うも情熱系ギタリストソータです。この動画開いてくださってありがとうございます。この動画はですね、普段ギターばっか弾いている俺が、お話しする動画です。でラジオみたいなことをちょっとやってみたいなと思いまして、この動画はですね、主に2つのコンテンツ用意してます。まずはお話コーナー、俺の動画を一緒に見ながら俺が自分で解説していくっていう、ちょっとそんなことをねやってみたいなって思います。で、動画に関することだけじゃなくて、なんかそれにまつわるいろんな脱線しながら、一通り見ていくっていう、そういうことをやりたいです。で、ちょっとラジオっぽくしたいんで、必ずラジオは音楽がね、流れると思うんだよね。なので、せっかく聴いてくださってる、皆さんがいらっしゃるんで、ギターもありますから、この場でしかできない、ちょっと即興演奏をね、披露させていただけたらなと思います。そんな2本立てを用意してるんで、ぜひとも最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、じゃあね、まず今日の題材から発表したいと思います。今日題材にする動画はこちら。でん、はい、サトシと育った25歳が弾く目指せポケモンマスターギターアレンジ、この動画について、自分で解説していきたいなって思います。こだわりポイントがあったら、こここだわりみたいな感じで止めて言っていこうと思ってるんだよね。まずですね、最初からもうタイトルからこだわりになってしまうよね。サトシと育った25歳が弾く、これめっちゃこだわりで、どういうことかっていうと、アニメポケモンの主人公がサトシね。でアニメポケモンが1997年に始まったんですよ。で俺の生まれも1997年なわけ、つまり同い年なんだよね。で、ずっと小さい頃から、もう幼稚園とか、小学生の頃とかもずっとアニメのポケモン見て育てたわけ。映画館とかも行ったりして、もうずっとポケモン見てたの。大好きだったわけ。で、そんなポケモンがですね、ずっと主人公がサトシだったんだけど、ついこの前、サトシを主人公としたアニメが終了するってことで、ラストサトシだったんですね。なので、そうかと。サトシも、ついに、そうかと思って、じゃあね、サトシ見て育ってきた俺だから、この木にね、ちょっと、俺も成長したぜっていうのをね、サトシに届けるためにギター弾いてみようっていうことで、今回目指せポケモンマスターをね、今の俺にできる形で表現してみたって、そういう動画になります。だから、サトシと育った25歳が弾くってすげえ大事なのよ。サトシを見て育ってきた人は弾くんだぜっていう、サトシのパッションをもらった少年が弾くんだぜっていう、そういう意味なんだよ、この動画っていうのは。だから、もうこの動画、パッションを俺はすげえ大事にしてます。背景も赤いしね、もうこれ燃えるパッションなわけなんですよ。そんなわけでね、いろんなところにこだわりを散りばめているんだけど、ね、かいつまんで、全部言うともう1秒ごとに止めなきゃいけなくなっちゃうから、作っている人ってね、最初からこだわりなんですよ。もう再生した 0.1 秒からこだわりなの。もう再生する前からこだわりなの。なんだけど、進まなくなっちゃうから、特にここはっていう。言いながら、改めて皆さんが聞いていただいた時に、あれもしかしてここもこういうこだわりあるんじゃないみたいな、ちょっとね、妄想を膨らませていただけたらなと思いますんで、ぜひぜひ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速再生していきますね。はい、いいね。もうね、これでもね、ポチッと押すのを我慢した方。もうほんとここすごい大きいこだわりがある。それ何かっていうと、いつもいつでものところね。このニュアンスめちゃくちゃこだわりなのよね。どういうことかっていうと、ザ・ファースト・テイクっていうさ、YouTube の企画があるじゃないですか。一発撮りで行くぜ、みたいな。あれで、サトシの声優さん、松本さんが、目指せポケモンマスター歌われてて、その時にね、もういろいろかっこいい箇所あったんで、もう胸がマジで熱くなる箇所がいっぱいあったんだけど、その中の一つがね、今の箇所だったの。いつもいつでも、いつもいつでもってこう、でーってこう、しゃくり上げるような歌い方をしてたんだよね。それがめちゃめちゃかっこよくって、じゃあもう俺が弾く時はこれはもう取り入れるしかないと思って、再現しました。しゃくり上げない弾き方もあるんだよ。っていう弾き方もできるんだけど、ちょっと味気ないじゃん。いつもいつでもはさ、ね、それよりもいつもいつでもの方がパワーがあってかっこいいから、ちょっとここはそういう弾き方を採用してます。これね、
こういうのね、これチョーキングっていうのよ。俺のギターの中ではチョーキングめちゃくちゃ出てきます。これね、こういうのチョーキングって言うんだけど、チョーク、締めるっていう意味ね。こう弦をね、締め上げるんですよ。だからチョーキングって言うんだけど、これによってね、音程がウェーンって高くなるんだよね。で、こういうテクニックを使うと、ちょっと人が歌ってるような歌声っぽいようなニュアンスが出せます。俺はその人のように、人が歌ってるようにギターで弾くっていうのをすげえ大事にしてて、まあ、だからメロディーラインを弾くのがすごい好きなんだよね。なので、こうやってギターアレンジをするときもメロディー、人が歌ってるメロディーをギターで弾く、すごい好きで、いかにギターで歌ってるかのように弾くことに、ね、結構大事にしてます。なので、そういうニュアンスが出せるようにいろんなこと考えて、まあ、弾いてるんだよね。で、まあ、その中のテクニックの一つがチョーキングっていうんだけど、このチョーキングがまたね、奥が深い深い。どんぐらい深いかっていうとね、まだ友達の段階の女の子とご飯に行った時にですね、帰り道にたまたまかわざとかもわからんけど、手がチョンって触れた時ぐらい深いんだよね。ハマっちゃうんですよ、マジで。チョーキング深い。マジでチョーキングが深い。皆さんもチョーキングの沼にはまってください。チョーキングだけで動画出せると思います。いろんなニュアンス出せる。俺チョーキングのバリエーションは88パターンありますんで、まあもっとある気がする。まあ俺の、チョーキングの全てをいつか皆さんにお話できたらなと思ってますんで、それはそれで楽しみにしていてください。じゃあですね、続きに行きたいと思います。あ、今のテンテンもいいよね。いいね。これもチョーキングだね。チョーキング大好き。今からドゥンドゥンドゥンって乗ってんのいいよね。でもこの辺もチョーキングを多用してるんだけど、ほら今チョーキングしてないでしょ。今の音って別にチョーキングでも出せるんだけど、ずっとチョーキングするとうざくなっちゃうから、チョーキングもするし、チョーキングしないっていう、まあバランスを考えながらやってますっていうのが今のセクションかな。でね、今ちょっと入っちゃったんだけどね、ここすごい強いこだわりなんだよね。あ、今の、あ、今のかっこいいこの曲の俺が一番山場にしたかったところ、今の箇所です。これがかっこいいよね。あ、ここが、うん、あー、あ、こんがいの、あーでね、のぶという音が出て、でそこまでが、この辺のポジションで弾いてて、ここに来て一番高い音が出るんだよね。だからそのギャップもあるし、ここが一番入るなと思って、あえてここは音域差を使って思いっきりここでっていっちゃってます。でこの時の伴奏もポイントでって言ってるんだよね。このここすげえ大事で、イメージとしてはね、あードゥーン、あーこんがいのってこのドゥーンのところ、バンドメンバー全員が体を合わせてうーんってやってるイメージなんだよね。これね、音楽やってる人はね、もしかしたらあー分かる分かるみたいな、そのイメージあるよってきっとね、分かってくれる人もいるかもしれない。バンドがね、俺の頭の中にはいるんですよ、必ず。この作る時には当然弾いてるのはギターだけなんだけど、ドラムとかベースもフレーズを俺が考えて自分でパソコン上で作ってやってるのね。でそうすると頭の中に俺用の脳内ドラマがいて、脳内ベーシストもいるわけよ。でそれを欲しいなって思うんだけど、俺はドラム叩けない、ベース弾けないだから、手で表現できないね。だから代わりにパソコンに表現してもらうっていう、まあそういうスタイルなんですよ。だから自分が弾いてるのはギターなんだけど、必ず頭の中の映像ではバンドメンバーがいて、その人たちが体合わせて演奏してるのよ。で今のところはボーカルがあーんって言って、それに合わせてバンドたちがあーうーんあーこんがらけんのーって、あんまり超下手だったよ。あーうーんあーこんがらけんのーってこと、あーうーんがみんな入るっていうね、これはもうイメージがすごいあったから再現したいなと思って、みんなでドゥーンってやってもらってます。私ここはね、それによって勢いも出るし、なんかちょっと変わったブレイクポイントっていうか、ちょっとねインパクトも残せるから、メリハリも効くし、すごいいいアレンジだなと思って俺はすごい気に入ってます。これ強いポイントだよね、こだわりです。はい、まあ、ちょっとずっと音楽の話してきたんだけど、
この子たちね。あのサムネイルもすごいこだわってて、やっぱあのギターのポケモンがね3体乗ってるんですよ。でちょっとねピカチュウと今日来てくれてるのは不思議だねなんだけど、あとリザードね。サムネイルだとイーブがいたんだけど、ちょっとイーブがね今ねお家のどこかでお昼寝してるんで、あのちょっと今日仮に不思議だねに来てもらいました。あの今度起こしに行きます。で、ねこの3体いるんだけど、特に好きなのがね、俺リザードンっていうポケモンがすごい好きなんだよね。今ねポケモン知らない人はね、何やねんまたポケモンの話かいと思うんだけど、安心してほしい。あのポケモンの話をするためにポケモンの話をしているんじゃない。俺はね、このエピソードがいいから聞いてくれっていうのはね、ポケモン知らない人に向けて話して、これなんでリザードンが好きかっていうのをちょっとお話ししますね。ポケモンアニメポケモンの中で登場するリザードンが俺はすごい好きで、これがねすごい熱いキャラクターなんだよね。好きなセリフがあってね、弱いリザードンなんかいらない。これはね、しびれるんですよ。これリザードンが言うわけじゃないですよ。サトシが言うんですよ。サトシが言うセリフなんですけど、このセリフはね、多分ファンも多いと思うんだよね。このセリフに対するファンは。どんな時にこのエピソードが出てきたかっていうとね、当時、主人公サトシと、サトシの仲間のリザードンっていうのはですね、すごく、ちょっとうぬぼれてたんだよね。俺たち最強だぜ、みたいな。俺とリザードンなら誰でも倒せるぜみたいな、結構そういうところがあったのよ。まあ実際勝ちまくってて、まあ、そういう気持ちも、なるわな、そりゃそうよな、みたいな感じだったの。んで、だったんだけど、ある時ね、サトシたちはリザードンがいっぱい住んでる場所に、立ち寄るんだよね。リザードンがいっぱい住んでるってどういうことってなる人いると思うんだけど、あの世界ね、ちょっと不思議なのよ。どういうことかっていうと、リザードンっていうね、種類の生き物はいっぱいいるのよ。リザードンって種類だから、リザードンっていう種類がいっぱいいるんだけど、自分のリザードンのこともリザードンって呼ぶのよ。俺らで言うと柴犬いっぱいこの世にいるじゃない。だけど自分で飼ってる柴犬も柴犬って呼ぶのよ。本当に普通に柴犬って呼んでしまう。へい柴犬今日のご飯だよみたいな、そんな風に言わないじゃん。ポッチご飯だよみたいな言うじゃん。でもね、あの世界は違う。自分のリザードンもリザードン、あの人のリザードンもリザードン、あのリザードン。だから、行けリザードン、行けリザードン、リザードン、解放者って言ったら、なんかお互い火吹くんじゃねえかって、俺もよくわかんないんだけどさ、耳がいいのかしらね、そんなことはどうでもいいんだけど、リザードンっていうのは、固有名詞、その個体のニックネームでもありながら、種類の名前でもあるって、ちょっとややこしい感じなんだよね。まあ、だからサトシのリザードン以外のリザードンがいっぱいいて、そのリザードンがいっぱい住んでる場所がありますよっていう、そういうイメージ、そこに立ち寄るんですよ。で、当時うぬぼれてるサトシとリザードンだから、おい俺のリザードンって、あそこのリザードン全員倒してこいよみたいな、ちょっとバトルしに行こうぜみたいな言うんだよね。でバトルしに行くの。でもうーっつって、えいえいってやり行くわけ。えいえいって、だけどね、そうするとね、このねサトシのリザードンがね大敗ボロ負けしてしまうんだよね。そこのリザードン、たくさんいるリザードンの一体にも勝てない。もうボロ負けしてしまうの。俺たち最強だと思ってたリザードン。まあそうすると初めてサトシとリザードンはそこで大きな挫折を味わうんだよね。全然勝てなかった、挫折するの。だけどサトシのリザードンは挫折はするんだけど、心の炎までは消えないんだよね。どういうことかっていうと、俺はここで修行して強くなりたい、そう思うんだよね。だけどサトシと一緒に旅をしてるから、そこでリザードンが残って修行するっていうことは、サトシと旅を離れなきゃいけないってことになるでしょ。これサトシは旅してる、リザードンはそこに残るってなると、やっぱりお互いパートナーだしさ、一緒に戦って勝つって夢があるから。だけど、自分は強くもなりたい、そのね狭間の葛藤でリザードンは悩むんだよね。だけどそれをね見たサトシはね、全てを察したんだろうね、言うんです。弱いリザードンなんていらない、そう言って、リザードンに背を向けて走り去っていくんだよ。そして心の中でこう言うんです。強くなれよ俺のリザードン。いやー、たまらねー、マジでたまらねえんだこれが。サトシは全てを察して、分かった、俺のリザードンはここで強くなりたいんだ、だからここで修行して今は離れ離れになる、だけどまた会おうぜって言ってないんだよ、言ってない。だけどそれをその行動だけで示すっていう、
めちゃめちゃかっこいいんだよ、ね、で、実際そこでリザードンが修行してめちゃめちゃ強くなって、その後サトシの旅の中でとあのピンチに陥ることもあるんだけど、サトシがピンチに陥ることあるんだけど、そのね時にねリザードンが駆けつけて助けてくれるみたいな、そういう激アツ展開もねあるわけなんですよ。でもさ、これってね、アニメもそうなんだけど現実世界でもあるなと思うんだよね。今例えば仲いい友達とかさ、いろんな人がさ自分の周りにいたとするじゃない。でそんな時にさ、やっぱり自分の夢に向かいたい時ってあるなと思うんだよね、とか目標とかさ、そういう時も あると思うんだ。例えば受験勉強とかさ、あとはなんか分かんないけどいろんなこととかさ、やりたいこととかあると思う。そんな時にさ、分かった、俺はおめえの意思尊重するからおめえ今頑張れっつって、でじゃあ例えば2年後3年後お互い成長した時にまた会おうぜっつって、お前も何やってんの、俺こんなことやってんだぜ、かっけえだろみたいなさ、そういうことをね話し合える関係性って、もしこの現実世界であったら美しいなって、もしかっこいいなって思うし、そういう風なね関係性の人たち憧れるなって俺は思うんだよね。なのでリザードンとサトシのエピソードっていうのは俺の深くね幼少期から刻まれてて、なんかそんな風に今25歳っていうのはいろいろ考えるタイミングではあると思うんだけど、人と人のね選択っていろいろあるからさ、夢に向かうときは夢に向かうし、でまた会おうぜって言えるその仲間がもしね少しでもいたら幸せだなって思うわけです。なんかそんな胸熱エピソードがリザードにはあって、もちろんねフォルムもかっこいいし、俺炎タイプ好きだからさ、めちゃめちゃリザードンってビジュアルとかも好きで、なんかギターの色も似てるし、ね、別に俺リザードン好きでこのギター買ったわけじゃないんだけどさ、この水の松本さんのシグネチャーモデルだから松本さんが好きで選んだんだけど、それをちょっとまた今回ですよ。リザードン好きでそんな感じになります。一番好きなポケモンリザードンですという感じでした。じゃあ動画に戻っていきましょう。ここねコーラスが原曲はいい感じで入ってんだよね。なんだっけ、憧れの憧れのポケモンマスター、ポケモンマスターみたいな、めっちゃかっこいいよここのコーラス。でそれも当然ギターでね一回弾いてみただったんだけど、なんかしっくりこなかったんだよねその時は。だから俺なりにオリジナルのフレーズでアニメテっぽいフレーズ入れてます。よく聞くと結構かっこいいんで、ぜひね聴いていただけたらなって思います。ダンダンダン、いいね、デレ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 がかっこいいよね。いいね、この最後のチョーキング、またチョーキングだよ、ここのチョーキングすごいかっこいいよね。どこだ、ここかっていうニュアンス。普通チョーキングってさ1本だけの弦をさやるんだよ。でも俺は今のところはとにかく迫力を出したかったから、この1弦だけじゃなくてね2弦3弦4弦ぐらいまとめてねピッキングするのよ。アタックでね、ちょっとね俺もどうやってやってるか分かんないんだけどね、多少2弦とか3弦も抑えちゃってんのかな、分かんない。なんかいろんな弦をまとめてぶち上げるように弾くとなんかすごい太い音が鳴るっていうことを気づいたから、なんかよく分かんないんだけど、なんか今の方がちょっと近いかも、ちょっと音程上がりきれなかったけど、なんかいろいろな弦をまとめてうわーってやることによってすごいのぶとい音を出してます。ぜひ皆さん使ってみてください。そんな感じで俺はこれを、ね、表現してますっていうところかな。はい、実演が終わりましたということで、一通り聞いていただきましたので、もちろんこれ以外にもね、紹介した以外にもこだわりってすげえいっぱいあるんで、ぜひぜひいろいろ聞いて、ここももしかしたらこだわりかなって見つけてみてください。ということで解説コーナーでした。という感じで、はい、じゃあ、最後ですね、せっかくなんで即興演奏コーナー聞いていただきたいなと思います。今日演奏する曲はですね、春だなということで、新学期も始まったり、新しい、
学年も上がったり、まあ、仕事を新しく始めたっていう、ね、人もいたり、まあ、春っていうのはそういうスタートのシーズンなんだけども、まあ、春って言ったら青春かなと思いまして、俺が思った、パッと思った青春ソング、弾いてみたいなと思います。まあね、あの人によって青春ソングっていろいろあると思うんだけど、今回はこんな曲にしてみたんで、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ、行ってみましょう。ありがとうございます。曲は青いベンチでした。このような感じで本日の動画が終わるんですけれども、まあね、あのこれからも、こんな感じで楽しい動画作っていけたらなと思ってます。もっともっと皆さんにね、楽しんでいただけるようにいろんなところ工夫して頑張って僕も作っていきたいなと思ってるんで、また皆さんぜひ聴いてください。そしてね、あの一人だとね、全然この動画のことが客観的にわかんねえんだよな。なんかもっと動画説明していいよとか、ちょっとここはいまいちだったぜとか、あったらね、ぜひぜひコメントに書いてください。俺いろんな人から、コメントもらうの好きなんでね、それ読むのも好きだし、いいことも悪いこともいろいろ書いてください。それは俺全部読みます。で、そのためにすごいありがとうございますって感謝してますんで。でね、あとは、まあ、皆さんのこともいろいろね、知りたいなって思うし、読みたいなって思います。例えばさっきのリザードンの話じゃないんだけど、まあ俺ポケモンのこのエピソード熱くて好きなんだよねとかさ、あったらぜひぜひ教えてもらいたいし、あとは現実世界で俺の友達こうでなんか今よそで頑張ってて3年後に会おうぜって言ってるんですよねみたいなあったら、それもぜひぜひ教えてほしい。もうそういう話大好き。それ読んだら俺もまたパッション燃えるし、でこの動画を見てくれてコメント欄開いてくれた他の視聴者の方もそのコメント見て多分胸が震えると思う。なんかそういう人に見てもらいたいなと思うから、なんかね、俺の動画がきっかけでそういうコミュニティの場にね、なったらいいなって思います。なので俺のコメント欄ではガンガン自分語りしましょう。もう自分語りしちゃってください。それをみんなで読んで、うわすげえいいなってなりたい。そういう場にしてほしい。みんな自分語りしてください。いろんなことをお話ししましょう。なのでね、皆さんでそんな楽しい空間を作っていけたらなと思います。今日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。以上です。情熱系ギタリスト、ソーダでした。バイバイ。